こんにちは、エバツタケシです。今回は、悩まないより悩んだ方がいいというテーマでお話ししていきたいと思います。何かやりたいと思ったとき、でもそれをやってはいけない、やらない方がいいと考えることで、心の中に対立が生まれます。やりたいという思いと、やってはいけない、やらない方がいいという考え方が対立すると、 どうしたらいいかわからない、ともやもや悩むことになります。何かやりたいという気持ちは、自然と湧き上がってきます。しかし、自分には無理かもしれない。そんなことをしたら、みんなから馬鹿にされるかもしれない。そんなことをしたら、親にがっかりされるかもしれない。などという理由から、それをやってはいけない、やらない方がいい、と考えるようになります。何かやりたいと思ったとき、それをやった方がいいのかな やらない方がいいのかなと悩むのはごく自然なことです。こういうことを達成したいと思ったとき、それを達成する方法がわからなければ、自分には無理かもしれないと心配になるのは当たり前のことです。しかし、それでも、どうやって達成すればいいんだと悩み続けることで、少しずつ道筋が見えてくるようになります。悩むというのは、自分のやりたいことを 達成するまでのプロセスの一部です。こういう自分になりたいという理想を持ったとき、でもこんなことを目指したらみんなから馬鹿にされるかもしれない、親にがっかりされるかもしれないと不安になるのはある程度仕方がないことです。そして自分の好きな生き方をしたいけど、馬鹿にされたくないし、がっかりもされたくない、どうしようと悩み続けることで、馬鹿にしてくる奴は放っておこう。 親にがっかりされても自分の意志を貫こうと前に進むための決断をすることができるようになります。自分の中にやりたいという思いとやってはいけない、やらない方がいいという考え方が対立するのは病的な状態ではありません。どうしたらいいんだと悩むのは苦しいけど、しっかりと悩み尽くすことで、 自分の人生を前に進めるための決断ができるようになります。しかし、その苦しんでいる状態をおかしいと思うと、どうにかしてこの悩みを解消しなくてはいけない。すぐにでもこの対立を解消して、すっきりとしたいと考えるようになります。そして、自分の中のやりたいという気持ちを抑圧するようになります。なぜなら、自分の中の やりたいという気持ちをなかったことにしてしまえば、それをやってはいけない、やらない方がいいという考えが出てこなくなるからです。やりたいという思いがなければ、やってはいけないという考えと対立することがないので、自分が苦しむこともないと考えるのです。しかし、そのやりたいという気持ちを抑圧しても、その思いは心のどこかに残り続けます。 やりたいという気持ちを意識できなくなっても、その思いは無意識の領域に残り続けます。自分の好きなことをやらないという状態が続くことで、どんどん不満が溜まっていきます。しかし、その不満を解消しようと思っても、何をしたらいいかがわかりません。なぜなら、自分のやりたいという気持ちは、無意識の領域に押し込まれているので、自分が何をしたいのかを意識することができないからです。 ストレスがどんどん溜まっているけど何をしたらいいかわからないと焦り出すととにかく手っ取り早く満足感を得られることをしようと考えるようになりますするとギャンブルに走ったりセックスやアルコールに溺れたり買い物をしすぎたり過食をするようになることがあります興奮したり何かに夢中になることで不満を感じないように自分を麻痺させようとするのですしかし 自分が本当にやりたいことを自分にやらせてあげなければ本当の意味で自分を満足させることはできません。抑圧されたやりたいという気持ちはあなたに気づかれるために必死になって意識できる領域に出てこようとします。なぜならそのやりたいという思いを実現することで不満が解消されるからです。しかしやりたいという気持ちが湧き上がってくるたびに そんなことをやりたいと思ってはいけないんだと押さえつけることにエネルギーを使うことで何もしていないのにくたくたに疲れるようになります。そして長い間抑圧し続けることで常に疲れている、食欲がない、何もしたくないといった鬱状態になってしまうことがあります。何かやりたいと思ったとき、それをやってはいけない。 やらない方がいいと考えることで自分の中に対立が生まれます。そしてどうしたらいいんだと悩むことになります。悩むことは苦しいけど悩んだ末に自分の人生を前に進めるための決断ができるようになります。だから悩むことを恐れる必要はありません。悩み尽くした後にはこうすればいいんだとスッキリするときが必ず来るから大丈夫です。 悩むのはいけないことだと思い、自分のやりたいという気持ちを抑圧することで、解決策のないもやもやとした状態にはまってしまいます。何かやりたいと思った時、そのやりたいという気持ちを持ち続けていれば、突然やり方が見えてくる時があります。自分の中に湧き上がるやりたいという気持ちを素直に受け入れてあげましょう。あなたは自分を幸せにしたいと思うから、じゃあどうすればいいのか とと悩むことになります自分を大切にしたいという気持ちがあるから苦しむことになりますだから悩み苦ししむ自分を受け入れててあげいいと思いますそして自分のために悩み苦しむことができる自分を徹底的に褒めてあげましょう今回もご視聴していただきありがとうございますもしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。